では、3月30日、立川ゲームモンストロ第5点、ヴァンパイアセイバー、デビルズプレイグラウンド、テンプル戦決勝トーナメントを始めたいと思います。盛り上げていきましょう。はい、ではスタートボタンを押してください。お願いします。はい、では本日決勝トーナメント、10人による、トーナメントで最初0回戦ですね。0回戦第1試合と第2試合ありますので、0回戦第1試合から 1P 久しぶりで 2P 坂本キュービー。さあこの組み合わせはなんと予選リーグでもやっているんだが、さあ予選リーグ第1試合が、2位で勝ってますね。さあ決勝トーナメントが接触になるか。さあ社会大体育から持ってきて、ダメージ大キックタイプ中段2連発からダウンを取っていく。さあ逃げて、さあここで店内ダウンを取って押し目は、さあ旋風舞、さあ中央ドラを鳴らして、さあ上りパンからここで中段からの店内、さあ小森1本奪ったのは久しぶり、ダメージを旋風舞から上から降ってくる。CR はすかしてコンパクト落としてパクっていく、しゃがないタイプ。さあちょっとずれたか、ここでゲイランが通る。ダウンを取って、さあガードを固めてミスを投げていく。中段から、さあ中段スカッシュで、さあシフトチェンジ、さあ攻め減速、ドラを鳴らして逃がさない。さあアンキー投げていくが、ここでまたしてもミスからシェーポンさせていく。ダメ端中段ワードは、さあ中央まで押し返してミスを投げて全部前に逃げる。さあこれで亀橋店内からダウン打ち、普段さあ口出すドル落として中段をしっかりガード、ここで ESR が生で当たってミス投げて、さあしっかりガード、ドラを流すミスから大キック落としていく、打ちさあどこで、さあちょっと擦れるが攻め前ゲーランを生で出していく。変わったのは久しぶり。では0回戦第2試合、バズタイフの、バズタイフのさあもうじゃんけんを行ったみたいですね。はい、では、始めてください。さあ0回戦第2試合 1P がバーズガロン、 2P フノキュービー。さあなんやかんやでやっぱり QB が多い感じですね。 QB 3人いますね。さあ色を決めて、さあ0回戦第2試合バーズガロン対フノキュービー。開幕は空対空から大キック、ダイヤしてダウンを取ってめくりしっかりガード、あとは左中央まで戻って中パン、中キックタイプ相打ちして、さあ垂直ジャンプビーストが当たる。さあこれで画面端、あとはさあ辛い距離を逃げて中央まで戻る。さあなかなか試合は動かないが、ここでフォース、あと守りかしっかり通して画面端、さあ中段に1回通していく。あ、はい、あ、じゃあちょっとレバートラブルありましたんで少々お待ちいただけますか。
すいません、では、ですね、まあ、一応、ラウンド最初の、まあ、コウモリ両方取られてない形からでしたので、再試合という形で、よろしくお願いします。はい、では、ちょっとレバー動画を見ましたけれども、改めて、ゼロ回戦第2試合、1P、バズガロン、2P がフノキュビ、お願いします。まずはクータイプからしゃがみ中央、しゃがみ中からズラシビースト当たって画面端前打ってみたらタッチポンタイプビースト2回さあ出ていくクイックからの中キック中段が通ってダウンを取る。さあ白ゲージがなんとか回復していきたい。中段中段さあダウンを取って手段卓画面端さあ上り中しゃがみ使って画面端ビーストさあビーストいっていくコース解除して下段さあ上り中から大キック自動タグでまず1本バーズガロンが取っていくイエスイエスずらしてアドバージャンプからさあのジャンプ大キックから1本取り返してここでイエスクライムジャンプ台さあ画面端落としていく。さあ前歩きここで CR が通ってコースはしっかり刺していく。大キック漏れる。さあダッシュ中で落としていく。さあ距離を離してビースト触っていく。さあ生でビースト当たる。中盤が通ってさあ下段卓一発と当たって逃げる。イエスビスト当たってコースコース返しから解除してさあビーストにしっかり反撃タタのフロキュビはい、ではゼロ回戦が2つ終わりましたので、1回戦第1試合進めていきましょう。久しぶりで体験ガロンもうじゃんけんは済ませた感じですね。じゃあ始めていきましょう。 1P 久しぶりで 2P ケンガロン。さあ先手を取ったなケンガロン。さあ距離を離してしゃがみ中触りに行く。ここで下段卓扇風前降りてさあ落としていく。アドバー下段からの当て投げ画面端しっかりアドバしてドラを鳴らしていく。さあクイックここ体育取って画面中央押し戻していく。さあ上を取って画面を取る。さあドラが強い攻め石から下段まずは久しぶりが1本取ってここで天台からのさあホースさあ解除して画面をもらうドラを鳴らしてさあしゃがみ中キックから前に取る。しゃがみ中まで押し戻してクータイク中段タグさあクライムが通る当たりますねあの技。さあ取り囲うビスト上を取られてさあシフトチェンジ中央から上を取るダウンを取って展開さあ後ろ受けてドラを鳴らしてあとまで距離を離すがしかしゲラン変わったな久しぶりで。はい、それでは1回戦第2試合イリフレ対グラタンですね。イリフレ対グラタン、イリフレ対グラタンいきましょう。もうじゃんけんは済ませてる感じですね。はい、ではお願いします。1回戦第2試合 1P が、グラタンフィニッシュは 2P イリフレザベル。さあ先手を取ったのはさあ相打ちだが画面端相打ち手だけ取って
立ち直しからアドバしていく。中央まで戻る。コパンで落として。さあ、お互い試合をつかむきっかけを作りたいが、上から行く。壊し壊し。さあ、タッチパン。後半回技でしっかりとゲルフィーム取っていく。さあ、中央まで戻る。さあ、角飛びから一気に近づいて、画面端。さあ、対空落としていく。さあ、お互い、いい感じの決め手がないな。対空落として中段取る。ダウンを取って、ダウンを1。死なないが。さあ、飛びを落としてくれなかったか、ダウンを1。さあ、飛びに引っかかる。一本は、まずイーフネザベルが取っていく。さあ、角飛びから、飛びが通る。さあ、一気に飛び出していく。バーキャンから。さあ、飛ぶ。立ちま立ちま引っ掛けて、さあ潜っていく。下段を通してダウンが通る。さあ強気のコマ投げ、下段ダウンを取って、さあ飛び読み、あとはさあ飛びで逃げる。さあ中央まで押し返していく。上を取って投げる。さあ漏れる。ダウン落ち、ダイパン。さあジャンプ台で、ここでワープ。リーバーサー、タイクが打ち、ダイパンダイパン。さあ引っかかる。いい船ザベル。はい、では1回戦第3試合、マロさん対東宝さん、マロさん対東宝さん、お願いします。1回戦第3試合 1P が、トホバレッタ、 2P マルケミ。さあまずは中段通してマルケミが先手を取っていく。ミサイル中段。さあ2段ジャンプとミサイル。さあ距離を取ってここで手投げからの、さあ無理はしない。さあ立ち回っていく。ミサイル打ってガード、空中ガードにしっかり立ち中を刺していく。さあ触りに行くが落とされる。さあお互いピンポピンポ飛んでるか。さあ割っていく。しっかりガードして、さあジャンプ中が通って画面端。さあしかしまたしても逃げる。さあ中段はちょっとしゃがみで停止でかわしたか。ジャンプ台キック。さあジャンプ台通る。さあ白ゲージを回復しに行きたいが、さあ待ち中刺して、立ち中立ち中下段が通って、まずはマルケビーがコウモリ一歩取っていく。中段下段が通って、下段。さあバスケットで取り返していく。さあファイヤー漏れる。ジャンプ台ジャンプ台。さあ下段タク、ミサイル打って CR 抜けてきた。イエスミサイル。さあイエス CR 使って下段下段。さあカゴと大キック。さあずらしげだをしっかりアドバ取っていくわ。イエスミサイル飛び越してタッチキック。ミサイル打ってイエスミサイルジャンプ台ミスを打っていく。タッチダーキャン。さあ画面端、さあ上を取ってミサイル打っていく。またしもミス打ってミス打ってしっかりガードして、さあずらしていった。当たったのはトホバレッタ。さあでは1回戦第4試合ですね、山岡タイフの さあでは、1回戦の第4試合最終ですね、1P 山岡サスカッチ、 2P 不動キュービー、なお今回の実況はにわか勢がお送りしておりますので間違ってたらすいません。
あキャラを決めて1回戦第4試合、さあファーストコンタクトはクノケビ、手を離して、さあ中段だったらダムを取ってデルタ投げて画面端ゲラン、さあ距離高くゲラン、さあずらしていく、さあ前に出る前に出る、さあ逃げてゲージを溜めつつ、さあ中段だったらジャンプリーダムを取って、さあお尻はちょっと見せるが、さあダークホース一回逃げると、画面中央、さあ触りに行くゲラン、イエスダウンを打ちでまず一歩進む山岡、さあ中段下段から、さあ出ますね、距離を離す、タワーガードして食い投げ、イエスやる、さあまたしてもジャックダイバルテン逃げる、さあなんとか上を取っていきたいが、さあショートバスで触りに行く、あとバスでまだ逃げる、さあ空中ぐらいだった、下段下段、さあこの距離どうする、タッチューさしていく、イエスをすかして中段中段一本取り返す、タッチューさして、さあ壁端、しかしジャンプジャックパンで追い返す、さあ中段だから CR ギリギリ届かない、惜しい、さあ逃げる、クーナーが通していく、うまいケツで触ってダウンを打ち死なないが、イエスだデルタ逃げる、さあ、うまい逃げジャンプキックで追い返してタワータワー触りに行く、クジラのタッチパン、さあ今タッチパン熱いですね、さあ画面端に沿わせるか、逃げる触りに行く、ジャンプダイパンもぶん回していく、最後はしっかり空中ガードしてからの反撃で山岡が勝利ですね、やります、はい、じゃあ実況変わります、はい、それでは2回戦からは私の方でやりたいと思います、ケンです、よろしくお願いします。2回戦第1試合は、久志対入船、久志レイレイ対入船ザベル、さあもうこれ準決勝ですね、準決勝第1試合、さあ残っているのは久志、入船、東方、山岡ということですね、さあ先に準決勝、あ決勝への名乗りを上げるのはどちらか、さあいきなりファーストアタックは久志レイレイ、レバチューを開幕に振っていく、さあ対空は落としてスカシゲラン、今日はこのスカシゲランがかなり相手プレイヤーにとって脅威となっているか、さあこれ美味しいぞ、追い打ちはしないでずらしていく、先に1本取ったのは入船だな、久志の火力がここで爆発、まだまだ追いつかれていないが、これはちょっと入船悶絶する、さあこれはトラップ気味の展開波当てて前後ろと起き上がりをして、さあちょっと白ダメージ丁寧に回復したいところだな、相手は久志、そしてザベルもおかしさえすればテナハ、これはどうやって逃げる、前ジャンプ、さあ前ダッシュにもしっかり反応して正確にガード、さあ金端追い込めたのは入船だな、さあこれおっとダブルアップから一気に殺していった入船ザベル決勝進出、おめでとうございます。さあ続いてはトホーバレッタ対山岡サスカッチ、さあこちらも優勝候補の一角山岡志郎サスカッチ、対する HP 側はトホーバレッタ新規勢で準決勝まで勝ち残っている、さあ先ほど接戦をねダッシュ中 P からネオシチェーンで締めていった、あの辺は素晴らしいものがありました、山岡はじっくりと時間をかけていつものノーマルからのサスカッチ、さあ始まりました、いきなり突っ込んでいくな山岡、さあだが
ダメージを、おっとっとっと、ここで一気に試合振り返る。さあ今のはアバラうまくいったが、この辺バチューピーで先に取ったのは山岡。やはりこの男強い。2ヒットしてこっそり3割、まあ、2割5分ぐらい減ってますね。さあだが東方は先ほどの根性値を発動するの。そうミサイル当てて徐々に徐々にダメージを奪っていく。今のバチューピーは入れっぱがりか。だが山岡タワーズも出ているぞ。あと残り体力あとわずか。これを殺しきりに行く行く行く投げる。だがさすがのバレッタ割り込んでいってカゴは出ないが、さあめくりに対してもイエスタワーズ万能技。勝ったのは山岡四郎タスカッチ、おめでとうございます。さあ酸欠はなしですか。なしで、山岡さんとイリフネさん。いやー、入船さん決勝進出、そして山岡さん何回目の決勝ですかこの予選。さあ勝てば優勝、 DPG2 への、4人目の通過者かな、うん、がありますね。さあまずは間合いを取って、さあスカシゲダンここでも炸裂。リフネの動きはかなり反撃もしっかりして、さあ山岡ずらしていく。ロングダッシュの2段目をずらすテクニック。さあスカシゲダン10段かげ段か。だが幅が多い。おっとうまい重ね。これはザベル専用か。先に取ったのは山岡。だが何が起こるかわからないのがこのザベルというキャラ。さあスカッチに対しても十分に特殊級の連携を仕掛けることができる。さあ画面端まだ。さあダブルアップで勝ったのは山岡志郎サスカッチ、嬉しそう、おめでとうございます。ということで、DPG 予選立ち、DPG2 予選立川大会の優勝者は山岡志郎サスカッチ、準優勝入船ザベル、おめでとうございました。ありがとうございました。